ちは、かくすけです。僕とマオをやっていきます。前回はね、まさかのねストーリー展開がありましたね。まだら猫だ。あ、そっか、マギーとロバートの様子を見たいな。いるかな。ここが確かロバートの家じゃなかったっけ。うん、いたいた。おいおいおい、聞いてるんじゃないですか。かなり聞いてるんじゃないですか。あの研究所の一件はマギー的にですね。この勢いに乗って一気にアタックするべきか、どうする、どうする。キャラが変わってませんか、ロバートくん。おい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 、聞いてるんじゃないですか。ちょっと違うとこ調べたんだけどね。ロバートそんなキャラだったっけ。もうちょっとね、キザ系の感じを予想してたんですけど。すっごいね、テンション上がってますね。いやー、よかったよかった。うん、研究所をね止めようとしたことも無駄ではなかったですね。ロバートとねマギーをね仲良くさせられたんですからね。だって2人で一緒に帰ったんですよ。で、私が気になるのは歯車の人たちね。うん、ここの人たちどうなったかな。研究所の寄付は関係ありませんでしたね。はい。変わりませんね。あ、昔の状態に戻りましたね。こういうイベントもあるんですね。お家にも帰った方がいいかもしれませんね、ひょっとしたら。あれ、これ1階だっけ、2階だっけ。ここは2階か。うん、じゃあマギーの家にね行ってみようかね。はい、デイルは外にいましたね。話しかけてみましょうかね。はい、お父さん、酒も買ってこねえでどこ行っちまったんだ。バカのロバ野郎と一緒にできて正式に付き合いますとかなんとか抜かしていきやがって。あ、もうアタックしてるじゃないですか、ロバート。酔いが覚めちまったじゃねえか。ったく、あんなに真剣な顔しやがって認めるしかねえじゃねえじゃねえか、バカ野郎。マギーのバカがもう本当に、ロバ野郎も生き生きした目をしやがって、勝手にしろってんだ一気証明。あらら、ちょっとかわいそうにもなりますけどね。心配になるんでしょうね、父親としてね。まあ、ロバートはいい子だから大丈夫だと思いますよ。マギーどっか行ったな。うん、いないな、テイル知らない。変わりませんね。あれ、マギーどこ行ったんだろうな。今はいないのかもしれませんね。とりあえず外に出てこっち側な気がするんですよね。平原から森の方に走ってマドリルを通ってですからね。だってね、マドリルを一旦通ったってことはこっち側ですよね。よーし、行こう。こっち側のどこかな。これお家とかにもあったっけ、ストーンサークル。はい、ここが最初じゃなかったですよね。うん、広場にもありましたからね。そっちから行った方がいい気がする。よーし、行くぞ。ついでにね、最初の村と自分の家にも寄ってみましょう。いやー、さっきみたいなことがあるかもしれませんからね。うん、暗号協会の人ね。うん、はい、続く暗号ね。次のがちょっとどうもわからないんですよね。ここの敵は戦って無駄だぞ。できるだけ避けていくぞ。いやー、あー。当たっちゃった。もう、あ、それに避けそうだな、この感じ。はい、はい、懐かしいで、軽やかなウサギね。99、もう10とかでしょうね、 HP。 よーし、何か変わったかな。あ、お金一気に上がってるじゃん、こんなに。なんだ、あんなに苦労して貯めたのに勝手にそんな貯まるもんなのか。よし、ただいま。ねえ、何村だっけな。
懐かしい音楽。この微妙な音楽ね不思議な、なんかね軽やかじゃない音楽ね。久しぶり。なんだかたくましくなったようにも見えるよ。いいことだ。じゃあ一旦セーブしよう。うん、これに記入します。いやー、ここから始まった時はね、この宿屋の人の顔にもびっくりしたものですよこの牙とね、この歯と目ともう人間じゃありませんもん、このゲームの男性陣ね。おばちゃんとかはまだ普通なんですよね。わあ、お肉屋さんだ。こま、豚こま以外も売ってる。もうよう隠して、冒険の旅はどうしたい。もう家が恋しまった、恋しくなっちまったかい。変わりませんね。一旦来ましたからね。何かあって、何でしたっけ。はい、またハドリル。じゃあ勇者とお化けとか、あれうん、あれ構わないで。え、そんな嫌な人だったの、そんな、もうちょっと優しい人だった気がするけど。うん、元気で何よりだ。それに比べてな、親方がな、すっかり落ち込んじまってよ。お前のために気を揺れて刀を打っていたんだが、どうにも気に入らない。うん、そうだったよね。変わりませんね。勘はいつか取り戻すんでしょうね。最強の武器とか手に入りそうですよね。一番最初の村ですからね、やっぱ思い入れもありますし、何かしらねしたくなりますよね。うん、別に、あー、はい、ごめんなさいね。はい、顔見せにおいでよ。はい、わかりました。うん、元気じゃないか。しかしな、あの格助くんがね、よくわからないね。うん、はい、遠慮せずに。はいもうおかみさんがね、すごくね心配してくれてますからね。自分の息子のように思ってるんでしょうね。バーだ、団長さんがね潰れてたところですよね。どうも。うん、そっか、王女様の件の時に帰ってきたんでしたね。それからあんまり会話は変わってないみたいですね。まあパパパパッと見ていきましょうけど、困り顔の人ね。うん、平和ね、いいね。ここは、あー、普通のショップか。ショップの人はね会話変わらないんですよね、多分あんまり。でお父さんも大して変わらないんじゃないかな。ん、あ、ヤガメと石ころの話知ってるよ。え、ちょっと気になる、聞かせて。うんえ、なんで、みんな一緒じゃんもうみんなツボが同じところなんですね。同じところで話せなくなるんですね。多分この調子だと他のところにもいるんでしょうね。うん、はい、兄ちゃんによろしくな。あ、ちょっと寂しそうだな。くれぐれもよろしくなって。兄にもね会いに行きましょう。なんか変わってるとは思えないんですけどね。お、村長さんの家じゃん。どうも。おっきいな、やっぱ村長さんの家は。ほい、あ、村長さんの家、あれ体弱いんだっけ。あ、ちょっと待って、上がってみよう。うん、あー、そこ体の弱い人か、村長さんじゃなくて。そっかそっか、薬をね持ってきたいですよね。あれ、なんか頼まれたっけ、下の人に。あの子は体が弱いのよとか言ってたような気がする。うん、秘密結社とか言っちゃって、年取っても子供だわ。あ、長老の娘さんね。あれ、そんなに困ってる感じはしないな。なんだいなんだい、秘密結社を作ってるのかい、長老は。悪いことしようとしてるんじゃない、ひょっとして。また変な魔王のね力にやられて。うん、サボってるね。うん、
サボってるんですね、今日もね。お父さん、あの人ずっとサボってるよ。なんとかしなきゃ。うん、課長がいないと仕事が働かはかどる。あ、はーい。分類表にね、何も書かれてないんですよね。なんだ、お父さんもサボってるんじゃない？いないじゃん。多分お家でね、まったりしてますね、これは。いやー、お偉いさんですからね、お父さんはね、好き勝手してるんでしょうね。うん、きっと何でも聞きちゃうよね。ねえねえ、私と付き合わない？そうでした。君はいいや。私はね、周りに可愛い女の子たちがね、二人いるからね、もう十分ですよ。よいしょ。ふぅ、あんまり変化はありませんでしたね、マドリルと違って。家もそんなに変わってないのかな。こっちですよね。あれ、あ、どこだろうな、ウロの大樹って。あ、懐かしい。一番最初に戦った敵じゃないですか、カエルさんたち。懐かしいな。あの時は何も知りませんでしたから。あ、4で倒しましたよ、4。うん、はい、お家に帰りましょう。あれ、あ、マルレインもいるんだよね。あれ、どっか行っちゃったっけ。あまりにも会話に登場しないんだけど、あれ、どうだったかな。ただいま、帰ってきたよ。あ、あの二人は入ってこないの。どうも、お久しぶり。アニーいるかい。ここにいたらびっくりですけど、まあ、いませんよね。儀式の間みたいになってますからね。アニー、その前におじいちゃんおばあちゃんとお母さんだな。はい、おじいちゃん。あ、勢ぞろいじゃん。嘘、また帰ってきた。ごめんね。キャン、ロザリオお姉様はどこ？いるよ、一緒に。なんと、まあ、王女様とご一緒の旅なんて、まるで勇者のようじゃないか。そうだよ、勇者だよ。まあまあ、よく戻ってきたわね。王女様もご一緒で見違えてしまったよ。お父さんの若い頃もこうだったかしら。うふふ、ちょっと隠すけ。前に来た時から王女様とはどのくらい進んだのよ。こっそり教えなさいな。私はロザリーと仲良くしようと思ってるんだけど。よく戻ってきたの、じいちゃん嬉しいの。綺麗な王女様を連れてたなんて本当に嬉しいの。今度は綺麗な女王様を連れてきてほしいの。女王様か、連れてこなきゃな。あ、あ、かわ、お前が元気でありゃええの。おばあちゃん、それで十分じゃよ。そうですね、だけのつもりで読んでた。全然飛ばしまくってたら、普通におばあちゃん喋ってくれてた。ええー、ちょっと意外すぎて、うん。あ、なんでそんな照れるの、二人とも。キスリングさんはそんなに来なくてもいいけど。ねえ、ロザリーお姉様って言ってたよ、兄ちゃんが。兄が、つか妹か。あ、あ、君も懐かしいね。あ、足が生足のようだ。ちょっと鳥とはね、足の形が違いますね。膝が前に曲がってますもんね。器用は何は鳥。ごめんね、倒しちゃって。もうちょっとかわいそうになってきますよね、最初の方のモンスターをね、後で倒すのって。あのお化けさんたち、ちょっと極端に分ければ逃げてくれればいいのにね。マザーとかみたいに。よいしょ。マザー、あ、マザー2、1は違ったかな。あれですからね、後ろから。おっと、こっちか、こっちのどこだ。あ、敵前にいるんだ。戦いの基本とは何だ。真面目に、隙を見せずに、有無を言わせずかな。で、叩きのめす、完璧じゃない。その通りだ、確かに。それで勝利に近づくわけだ。では早速実践だ。矢の見事な先制攻撃を見よう。行くぞ。
オッケー。やっぱ真面目な方がいいんですね。ちょっとひねるよりはね。とは言ってもこの敵ですよ。お、フライング魔王ですね。一回ね、レベル上げしてる時に見たんですよね。やっぱ真面目にするべきなんですね。ちょっとね、変なの選びたくなりますよね。選択肢に入ってたら。そっか、これから真面目に選ぶか。結構ね、フライング魔王助かるんでね。全体攻撃だし。こっちはバカれないね。よいしょ。んで、どこだ？ここでもない。あっち。あー、ここは花をみんなで探してたところな気がしますね。光る花ね。頑張ったもんね、みんなで。あれ？あれ？気づかなかったな。今フライング魔王して欲しかった。どうしよう。うん、ブルーで、ちゃおう。うん。一発でしょ、ここの敵なら。いけいけ、ブルーで十分。うん。よし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 。お、木の実落としてくれたね。木の実は助かるからね。回復に使えますからね。うん、隠す系以外にも回復をね、覚えてくれれば。キスリングさんがね、もうちょっと回復役になってくれたら使えるんだけど。なかなかね、覚えてくれませんからね。ここは違うか。そっか、あ、ここ違うよね。こんな大樹じゃないですよね、あれじゃ。あれ、いた。そっか。あれ、どこだろうな。はい、やっつけよう、やっつけよう。逃げてもいいんですけどね。はい、はい。2じゃ倒せないか。45。10ぐらいかな。よしよし。どこだろうな。探さなきゃな。全く見当がつかないんですよね、場所。え、大樹なんてあった？くるくるしてたら敵にぶつかっちゃいますけど、まあそれはいいよ。あ、自分からぶつかっちゃった。さっきの左側の方かな。ちょっと道がありましたよね。なんかあったかな。ここら辺探索は一応やってるはずなん、してるはずなんですけど、あったかな。もう完全に忘れてますからね。結構前回撮った時から時間が経ちましたし、うん、やっぱね、暑いんでね、あんまりね、撮る気が出ないっていうか。またね、セブンのアルメセラ年代記にまたハマり始めたんですよ、最近。2ヶ月間ぐらい空いてたんですけどね、またつけてやってみたらですよ、ハマりました。あそこに大きい木はあるけど、あれ、あ、ここは越えられないのか。あ、しまった。基本的にね、左下のマップを見てね、移動してるんで、あんまり敵に気づかなかったりするんですよね、覚えてる道以外は。よしよし。やっぱり避けやすい敵でもこっちの素早さが上がったらあんまりミスしないのかもしれませんね。一度も外してませんもんね、軽やかなウサギに対して。よしぞ。5しかもらえない経験値。ちょっと、こっち側、なんだい。お化け、君も一番最初にいたね、あの教会の地下にね。懐かしいな。思ったよりね、一番最初に出てきたこの敵がね、大きくてびっくりしたんですけど、弱かったんですよね。いたずらゴースト。このゴースト系はね、結構弱いんですよね。やっぱお化けは下等、ん？下等なんちゃらなんですかね。あれ？なんて言ってるっけ、スタン様。あれ？どこだろうな。マドリルについちゃうぞ、このまま行ったら。うん、はい。あ、ここ、キスリングさんと初めて出会ったところだ。あ、話しかけたい。よし、私は謎の女、
ワインよりカクテル、未来ではなく、あ、過去に生きる悲しい性を持つ女なの。あ、まあ、大きな力を持つ者たちが競っている。誰が最後に勝つのかしら。裏切りは女のアクセサリー、心の傷は男がつけた傷跡。やめて、行かないで、危険だわ。どうしても行くというのね。はあ、もっと大きくなったらまた会いましょうね。その時は二人だけで。あ、ちょっと待って、あ、過去とか未来とか言ってましたけども、あれ、暗号協会の人とは違うのか。ちょっと期待したんですけどね。二人だけでって言ってるのはあんまり気にしなくていいですよね、多分。うん、パーティーから外してくればいいとかじゃなくて、大人になったらっていうことでしょうね、あの人の話してる感じ。わかんないな。この先何かある？おいしょ、おいしょ。これは大樹じゃありませんね、やっぱ。どこだ？あ、ここ、ここから分かれ道があったな。ここかな？じゃあマドリル側から来た方が早かったな。ちょっと会話できたからいいんですけどね。家族たちとかとね。それにしてもマルレイン様出ないな、最近。そろそろね、会いたいところですよね。ずっと3人でいますからね。あれ？あれ？あれ？どっか行っちゃった？そんなことはなかったと思うんだけどな。もういるはずなんだけど。よし、こっからここを右に曲がったとこ。あ、体重ウロ、怖いので近づかないように。あ、いけるいける。あー、よし、お願いします。フライング魔王、世のような魔王、魔力のないお前でも戦いは決めておきたいところだ。世のような魔力のない、ああー、そういうことね。スタン様みたいに魔力がない、スタン様ほど魔力がないけどっていうことね。はい、敵を威嚇するための決め台詞を言ってみよう。世界一の鋭い剣さばきで貴様を倒す。面白みがないな。かっこいいって褒められるのはいいことなんですけど、面白くないな。ダラダラととか選びたかったんですけどね。フライング魔王に任せましょう。一発でしょ。 OK。 木の実だな。いいですね、フライング魔王。助かりますね、こういう時にやってくれると。ボス戦とかではさすがにないですよね、多分。ほい、ほい、変わらない。こっから先、ウロだ。あ、巨牛魔王か。牛魔王じゃなかった、巨が入ってましたね。ここなのよね、あの勝負好きな巨牛魔王とかいうのが行くって言ってたのは。そうなんでしょ、キスリングさん。魔王の工場なんだからちゃんと聞いておくべきだよ、ロザリーくん。さあ行こう、奥へ。ブワッと、お化けちゃんの群がる冒険のその絵。はい、聞いてられるか、そんなもの。もしお前の聞き間違いだったら、お前の頭上に不幸の翼が降りるからな。覚悟しとくがいいぞ、衛星学者。不幸の翼ってちょっとかっこいいじゃないですか。あー、キスリングさんが一番まともだな、やっぱり。ロザリーも最近ちょっとまともになってきましたね。お、ダンジョン来ました。大変なんだよな、このゲームのダンジョン。じゃあここでセーブして終わります。あ、刺さっていません。確かにちょっとさっき蹴っちゃった。はい、はい、上書きします。じゃあ次回からまた3、4パートあるかもしれませんが、今回はねレベル上げしたんで、負けはしないんじゃないかな。よし、それではご視聴ありがとうございました。